こんにちは、サボタニカルです。今年は冬眠しませんということで、今回は冬型植物をご覧いただきます。気温が下がってきてから葉っぱが生えてきて花も咲く、すごくないですか。とうとう冬型に興味を持ってしまいました。それでは早速見ていきます。我が家に初めて迎えた冬型植物第1号です。風露草科ペラルゴニウム属カルノーサム、サボテンミサイルさんから迎えました。挿し木で発根していて、幹は太りにくい状態です。ゴツゴツした枝から長い茎を伸ばして人参のような葉っぱですね。パセリにも似ていますね。見ていただく株すべてそうですが、冬に葉を広げる姿が見れるって嬉しいですね。風露草科サルコカウロン属ムルチフィズム、富士山フェスで迎えました。肉厚の茎、硬い表皮、成長期にはピンク色の花をつけます。日本の気候では発根しにくい個体もあるので、大きく育てるのは決して簡単ではないんですね。この大きさを迎えられたのは奇跡ですね。弁慶草科チレコドン属プッコルジアヌス、佐藤プランツさんから迎えました。ツヤツヤで滑らかな肌と斑点のような模様のある枝、多肉質の細長い葉っぱ、休眠に入る春頃になるとベルのような形状をしたピンクの花が咲きます。ちょっと触っただけでもポロッと折れてしまうとのことで、特に慎重に扱っていきます。折れても挿し木で増やせます。風露草科ペラルゴニウム属アッペンディクラズム、佐藤プランツさんから迎えました。この細かい白い毛をまとっているような葉っぱ、開根部分は成長しながら徐々に地面からせり上がり、やがて固く木質化していくようです。分頭もしていくそうです。葉が枯れ始めて休眠に入る前に小さな花を咲かせるそうなので楽しみです。風露草科サルコカウロン属ミラビレ、国際多肉植物協会会長小林さんから迎えました。ミラビレは奇跡を意味するラテン語、南アフリカの西ケープ州南西部に自生する。この光沢のある表皮、白い産毛が生えているような葉っぱ、かわいいですね。
こちらは挿し木ということで、これから大きく成長してくれることを願います。キクカオトンナ族クレムノフィラ、オーギナーサリーさんから迎えました。ナミビアと南アフリカに渡り、国境を越えて広がる乾燥地帯ナマクアランド一帯に生息するコーデックス、枝にびっしりと羽毛のような細かい毛が生えているのがこの品種の特徴です。かわいいですね。キクカオトンナ族カカリオイです。種小名はカカリアのようなを意味するラテン語、同じキクカのカカリア族に似た花を咲かせることから命名されたとのこと。開根はジャガイモみたいで、光沢のある厚い表皮で覆われています。丸っこい形の葉が可愛いですね。開根の直径は最大で 7-8cm ほどにしかならないそうです。オトンナ族の中で最も成長が遅い、成長点がいくつにも分かれた株になるまでには数十年かかるそうです。サクラソウ科シクラメン属、オーギナーサリーさんから迎えました。シクラメン原種、原種とは品種改良されていない野生種を指し、鉢花として流通している一般的なシクラメンに比べると葉も花も小型が多いとのことです。いろいろな葉の形があり、もう可愛い形の葉っぱばかりで迷いました。クリスマスにまた花が咲いてくれたら嬉しいですね。最後はですね、冬型植物ではないんですけれども、ルリカブトニシキのカチューシャ、買ったばっかりなんですけれどもね、見割れしていました。しっかり確認して迎えることが大事ですね。サボタニカルの冬型植物でした。今年の冬楽しくなりますね。今年の冬はダシラバンさん寝させませんよ。次回はですね、レイさんまたイベント巡ってきます。埼玉県に行ってまいります。先日エンバイボックスさんのインスタライブでオークションをやっていて、ゲットできた株を迎えに行ってきます。迎えに行く日にまたもう一つイベントがあったので、そちらにも行ってきます。楽しみにしていてください。それでは終わります。最後までご視聴ありがとうございました。you